皆様こんにちは。本日アシスタントを務めます土屋ほのかと申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。明治大学出身でして、明治大学の在学中は応援団のバトンチアリーディング部に所属しておりました。なので卒業してからはなかなか来る機会がなかったので、はい、本日久しぶりに来れてワクワクしてます。ここで練習したりしてました？ここでしてました、まさに。ああそうですか。もうということは今日これから後輩たちが登場するということですね。はい、はい、怖い先輩だったんですか？いえ、優しかったはずです。はい、優しいということで進めたいと思いますよ。簡単なビートになってますので、みんなで手だったりだとか、もう足を踏み鳴らしたり、あとはこううなずくだけでもいいので、ぜひ簡単なリズムなので、みんなで一緒にやっていただいて、選手の方を応援していただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。とても緊張しました。でもすごく皆様ね、温かい目でこう見ていただけたので、なんとか本日務め切ることができたと思います。そうですね、ありがとうございます。はい、ちょっとまだ行っていないので。行ってないんですね。はい、はい、でも多分きっと喜ぶと思います、すごく。はい、楽しみにしております。はい、本当にお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。皆様今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ですね、私は大学から大体約25種目くらいのスポーツ応援にこう行かせていただいたんですけれども、前回初めて柔道を生観戦しまして、やっぱりこう新しいスポーツ見るたびに面白さを知ることができて、なので前回ちょっと面白さに気づいたスポーツ柔道と、あとはフェンシングは結構いろいろなんか IT を使ったなんかこう会場の盛り上げ方だったりこだわりを持ってて、なんかフェンシング、柔道、他にももう全部野球もサッカーも好きなので選びきれず申し訳ないですいっぱい見たいです。はい、そうなんです。実はですね、私ほのかと言いますが、炎に人弁に加えると書いてほのかと書きます。で、炎って入っているのには理由がありまして、私1992年バルセロナオリンピックが開催された年の生まれでして、その時の聖火がすごく素敵で、おそらく遠いところから行った矢をいて聖火をこうつけるっていう演出だったんですけれども、そこに母が感動しまして、でそしたらたまたまですね、日本の八百万の神様の炎の神様の名前がほのかぐつじだったので、聖火の感動からちょっと炎の神様から名前を取ってほのかとつけたと聞いております。はい、応援をするってやっぱりこう誰もが一緒にできるっていう乗りやすい全員でできるっていうのがやっぱすごく大事で、なので今回の2020ビートを聞いて、本当に誰でもできる簡単なリズムだし、1回見れば覚えられるので、あ、全員でこうやって気持ちを一つにできるリズムがあるってすごくいいなというふうに思いました。ありがとうございました。